今回私はこの元気ドックという任天堂スイッチ用の小型ドックを買いました。最近ゲームの録画をちょこちょこすることがあって、その度に HDMI を抜き差しするのが非常に面倒くさいので、新たに持ち運びができる小型のドックを1個買いたいと思っていました。で、この元気ドックのいいところは何よりもこの小さだと軽さです。この手のひらサイズで 69g ぐらいです。それなのに、あの大きいドックと同等の効果を持っているというのが素晴らしいなと思います。で、こちらは今流行りの地下ガリウムが使われていて、このような小型化に成功しているということです。で、付属品はこの本体に加えて、この USB-C ケーブル、そして海外に行った時用のコネクターが3点となっています。で、この本体にはこの HDMI を挿すところと USB-A を挿せるところ、そして USB-C という3つになっています。で、こちらのケーブルをこの USB-C のところに挿して、こちらをスイッチの本体に挿す。そして、ここの HDMI のところから出力を出してテレビにつなぐと、いつも通りのドックのようにテレビでスイッチのゲームができるという感じになっています。で、この付属の USB-C ケーブルに関しては、このスイッチ側をこちらにすることで、このように折り曲がっていて、スペースをあまり取らないようになっています。これを挿して使う分、スイッチを立てることはできなくなるんですが、こちらは小型化しているので、そのトレードオフという感じです。で、こちらは、単純なコンセント付きの、アダプターでありますので、普通のパソコンに使うこともできます。ただ、出力としては 30W ですので、MacBook Pro とかにはちょっと足りないかなという感じになっていますが、MacBook Air とかには十分なものとなっています。で、こちらに USB-A も付いてますので、ここにコントローラーとかを挿すこともできます。そういう意味で言えば、簡単なノート PC 程度であれば、スイッチと一緒にこいつを一つ持っていけば、共用することができるというふうになっています。ただ、これ本体がそのままコンセントに挿すようになっていますので、コンセントのスペースとしては結構取るので、横のものと干渉する可能性があるところだけは、注意点が必要です。で、実際に使ってみると、特に遅延もなく問題なく使えています。で、実際に出力した画像というのは、最近私が仮の喧嘩とかの動画を上げていますが、そのあたりは全部こいつ経由で撮影しているので、特に問題なくという感じになっています。価格は8600円ぐらいするんですが、これだけ小型化しているので、今旅行に行くことはそんなにありませんが、そういうものが復活してくると役に立ってくるかなという気がします。